メロエの航空写真、ヌリ遺跡のピラミッドヌビアのピラミッドスーダン内の位置、ヌビアのピラミッドはナイルガー流域のヌビア地域に栄えた駆種文明の遺跡、エジプトのピラミッドの影響を受けている。現代ではスーダン領となっている、ヌビア地域では古代に3つの駆種文明が栄えた。最初はケルマニ宮古市、次にナパタ、最後にメロエを都とする王国が成立した。 ケルマはヌビア文明で最初の中央集権国家であり、その建築様式や埋葬形式はヌビア土着のものであった。ナパタ・トメロエは北方の強大なエジプト王国により文化的、経済的、政治軍事の側面でも大きな影響を受けた。やがてエジプトの強力なライバルとなったクシュは、ついに第25王朝でエジプトを征服、ナパタの王は、 ファラを落として君臨した。ナパタのエジプト統治は比較的短命で BC656 年のアッシリアの侵攻により終焉を迎えた。しかし、ナパタに与えた文化的な衝撃は巨大であり、ナパタの後継王朝であるメロエにおいてはピラミッド建築が爆発的に増加することになる。数百年の間にナパタとメロへの応募として3つの遺跡におよそ220基の ピラミッドが建てられた。一つは、エルイコールクル遺跡であり、カシタ王とその、ムスコピー王、さらにその子のシャバカ、シャバタカ、タンウェタマニの両母が残されている。14基のピラミッドは王妃のものであり、そのいくつかは著名なウォーリアクイーンズのものである。これらのピラミッドは3000年もの間に、エジプトで建てられたおよそ120基のピラミッドに、危険するものである。 ナパタ皇帝のピラミッドは、ヌビア上流のナイル西岸塗りに遺跡として残っている。この広大な墓所は、アンラミ王、アスペルタ王を含む21人の王とその日、王子たちのために建てられ、遺体は巨大な花崗岩の石棺に収められた。アスペルタ王の棺は15.5トンの重さであり、蓋の重さだけでも4トンに及んだ。なお、塗り遺跡最古にして、最大のピラミッドは、 ナパタ王にしてエジプト第25王朝ファラオでもあった、タハルカのものである。最も広大なヌビアのピラミッド遺跡はカーツームの約1 0 0トル北方のメロエ遺跡であり、ナイル川の5番目と6番の滝の間に位置する。メロエ朝の40人を超える王と王妃の墓所となった。ピラミッドは水平に並べられた石材を階段状に積み上げた構造で、傾斜は約70。 高さは6メートルのものから30メートルに及ぶものまである。基礎部分は幅8メートルをほとんど上回ることがなく、その傍らにエジプトの影響を受けた総裁神殿が接続している。高さが同じくらいのエジプトのピラミッドの場合、基礎の大きさは少なくとも5倍以上、傾斜角は40から50であろう。 ヌビアのピラミッドはそのすべてが洞窟にあっているが、拝殿の壁に残るレリーフには、王母の悲壮者がミイラとなり、全身を宝石で覆われ木製のミイラ棺に収められる光景が描かれる。19世紀から20世紀の考古学調査により、ピラミッドからは、エジプトやヘレニズム諸国との広範な貿易を示す遺品が発見されている。メロエで発掘されたピラミッドは、 工芸で飾られた大きな石暮れと390もの巨石を含む数百の重量物を含んでいた。また、メロイダムの水没地域からは両目を塗りつぶされた、目牛が発掘され、同様に叩くと旋律を奏でる岩も見つかっている。ヌビアのピラミッド広域写真、エンシェント、エジプトハド、パワフルスーダンライバル、ブリティッシュミュージアムディグショーズバイスティーブン・アダムズ、テレグラフ。 16億と2008ありがとうございます。